赤アンファンエイクが1432年に描いた絵画。大奥板に、油彩で描かれた板絵体で、レアルスーベニールあるいはターンに、男性の肖像と呼ばれることも多い。描かれている男性が誰なのかは伝わっていないが、当時よく描かれていた理想に基づく、架空の人物ではなく、その外貌から実在の人物だと考えられている。 ティモテオスの肖像は1857年にロンドンのナショナルギャラリーが購入し、以来ナショナルギャラリーに常設展示されている。描かれている男性は謎めいた表情を浮かべており、漂う雰囲気とその外観とは不釣り合いな印象を与えている。男性の要望は地味で素朴と表現されているが、物思いにふける。 内省的な表情にも見える。多くの美術師やが、男性の表情に悲哀が見られることを指摘しており、美術師カエル・ビンパノフスキーはこの悲しみがおそらく、孤独から来ていると解釈している。画面下部には石を模した難関のようなものが描かれ、その表面に産業の名が記されている。特に二行目の名は石に刻まれているように見える、作詞的効果を与える手法で描かれている。 名の一行目にはギリシア語で t ガンマ、オメガオミクロンオミクロンと読める名が記されている。この文言が何を指しているのかについては、諸説あるが、ティモテオスの肖像という作品名の由来となっている。二行目にはフランス語でリール・スーベニールと記されており、この作品が描かれている男性の死後に追悼の意を込めて制作されたことを示している。 三行目には、ファンエイクの署名と制作年が、法律文書のような文体で記されている。描かれている男性の蘇生が判明していないとはいえ、ブルゴーニュ公フィリップ3世の宮廷画家だった、ヤン・ファンエイクが、肖像画を描くに至る、ブルゴーニュ宮廷の重要人物だったと、推測されている。19世紀の美術史家、ヒッポリト・フィアンス・ゲイバルトはギリシア語で記された、ティモテオスが、 古代ギリシアの詩人、音楽家であるミレトスのティモテオスだと推測した。20世紀の美術史カエル・ビンパノフスキーも、ティモテオスという名前を持つ著名な古代ギリシア人を精査した。そして、歴史上著名なティモテオスの多くは、宗教家あるいは軍人であり、この作品に描かれている男性が着用している衣服とは合致しないとして、消去法の結果ゲバルトと、 同じく音楽家のミトレスのティモテオスのことであると結論づけている。パノフスキーはミレトスのティモテオスがフィリップ3世の宮廷で高く評価されていたと考えていた。ただし現在の研究家たちは3行目に法律文書のような文体で記された名から描かれている男性はフィリップ3世の法律顧問官だったのではないかとするものも多い。ティモテオスの肖像は 直接的あるいは間接的に何度も模写された。銅版に描かれた、よく似た、肖像画がベルガモやトリノで見つかっているほか、ファンエイクの弟子といわれるペトルス・クリストスが1446年に描いたカルトジオ回収同士の肖像には、ティモテオスの肖像のような彫刻風の名が記された、欄間が画面最下部に描かれている。ティモテオスの肖像は、 中世後期の西洋美術で世俗の人物を描いた、肖像画としては現存する最古の作品の一つで、西洋絵画に新たな境地をもたらした象徴的な作品とも言われている。その写実性や鋭い観察眼による男性の表情の詳細表現など、様々な点に新たな表現技法が見て取れる。このような写実表現を画家たちにもたらしたのは、油彩技法の革新だった。 油彩の発展が滑らかで透明感のある画肌を実現し、何層にもわたる顔料の重ね塗りを可能とした。顔料がまだ濡れている状態での重ね塗りやかき混ぜることが可能であることが画家たちに精密な詳細表現をもたらしたのである。反射する光の明度の描き分け、陰影表現や光が周囲に与える微細な効果描写も透明で縁のある。 が肌を得ることができる油彩で可能となった絵画技法だった。ベティエヌス・ルビクスの母皮彫刻。サンジェルマン・アンレーのフランス国立考古学博物館が所蔵している。斜め向きの顔、欄干、欄干に記された名などは古代ローマ彫刻からの影響を受けている。ティモテオスの肖像の名が記された欄干は石を模して描かれており、表面のひび割れや傷も表現されている。 このモチーフは古代ローマの僧侶美術、特に石造りの墓碑の影響を受けている。死者を描いた肖像画に厳粛な雰囲気をもたらしている。この欄干は複数の役割を与えられている。欄干表面に描かれたひび割れや傷は悠久の時の流れを示唆し、美術史家エリザベト・ダニンスは現世の儚さ、あるいは石が持つ遥かな記憶を表しているとした。 さらに石に肩着された欄干は、描かれている男性の専門的技能を刻むのに、最適な土台の役割も担っている。ミラード・メイスは、ティモテオスの肖像がファンエイクが人物を描いた絵画として知られる作品としては2番目に古い作品であることを指摘し、男性の大きさとの比較において、欄干のサイズが目立つのは、若きファンエイクが経験不足で、 構成力が未熟だったためではないかと推測した。メースはファンエークが自身が持つ高度な絵画技量を見せつけようとするが、あまりに全体の構成をおろそかにしてしまったのではないかとしている。ティモテオスの肖像の下塗りにはおそらくチョークが使用されている。赤外線による解析で短いハッチングの痕跡、顔、両腕、両手の下絵が発見された。 両手の描写は下絵から変更されており、下絵の指はもっと短く、右手の親指はさらに立てられていた。また、欄干の高さも下絵の方が低く表現されていた。また、顔料の解析によって、顔の肌色が白色と朱色の色素の混合により、作成され、赤色の霊気顔料の上に灰色、黒色、青色、群青色,群青色で縁取りと陰影が表現されていることが、 判明している。ティモテオスの肖像の指示体となっているのは、薄さ8ト、mm、ルの多くの一枚板で、画肌ギリギリまで切り落とされており、顔料が塗布されていない箇所は、画面左上のごく一部のみである。取り付けられている補強材は、おそらく19世紀に交換されている。現在の補強材は8本の木片で、4本は、 画面裏側の円を囲む骨組みとして残り4本は留め具として使用されている。ティモテオスの肖像には背景が黒一式の狭いスペースに男性が描かれている。体に比べて頭部がやや大きく見えるのはファンエイクが描いた肖像画の典型例である。男性は当時のブルゴーニュ広国でありふれた衣装だった赤のローブを着用し、 垂れ飾りのついた緑の頭巾を巻きつけている。頭巾には二つのボタンで止められた毛皮の縁取りがあり、垂れ飾りは男性が腕を預けているように見える欄干まで伸びている。男性の左手は垂れ飾りの端を握り込んでいるようにも見える。男性の頭部の形もその表情も当時よく見られた理想化された絵画作品とは一線を画していることから、 個人的な依頼で制作された作品だと考えられている。わずかに金髪が描かれているようにも見えるが、男性は特等で表現されており、パノフスキーは顔立ちは北欧風、衣装はウルゴーニ風と表現している。眉毛は明確には描かれておらず、まつ毛も19世紀の修復家によって描き足されたものと考えられている。狭い方。 結ばれた口元、かぼそい眉毛、うるんだ、青い瞳など、ファンエークの緻密な観察に基づく詳細、表現技法が発揮された作品である。男性はおそらく法文書か、書簡、小論文のような巻物を手にしている。ファンエークの肖像画のモデルは、自身の専門技能を示すものを持っていることが多い。画面左から差し込む光が、男性の横顔を浮かび上がらせ、 影となって徐々に画面右へと消えていく。これはファンエイクの初期の肖像画によく見られる表現である。男性の要望は若々しく、流霊で柔らかな曲線を描く筆致によって、柔和な表情と滑らかな肌が表現されている。男性が持つ応用とした温かい印象について、メースはレンブラント風の穏やかさと共感と表現している。 やや平たい顔と尖った鼻先と頬骨を持つ、ズングリとした体育の、この男性の要望は男性とは言い難く、パノフスキーは年若い、フランドルの農民と評している。ダエンスは、短い上向きの鼻と、突き出した、頬骨をした、この男性からは、実直な印象を受けるとしている。ベルリンの絵画館が所蔵する、ファムエイクが1435年頃に描いた、 ボードラノアの肖像。ファンエイクの他の初期肖像画と同じく描かれている男性は自身の専門技能と社会的地位を示す象徴を手にしている。リールの統治者で金曜毛騎士団の一員でもあったドラノアが手にしているのは行為の軍人だけが所有を許されたバトンである。多くの美術師やが男性の表情と謎めいた雰囲気には違和感があると指摘している。 メイスは描かれている男性の表情を地味で素朴と表し、ヘントの祭壇画の下部パネルである神秘の子羊の礼拝に描かれている男性たちの表情との類似点を指摘した。しかしながら、後にメイスはパノフスキーが唱えたシワの酔った額、一見夢見がちのようだが実は確かな洞察力を持つ瞳、格好たる意志にあふれる引き締まった。 大きな口元という解釈を受け入れている。パノフスキーは、この男性の表情からは、知性ではなく、物思いと孤独が見て取れるとし、観察と分析ではなく、感情と相違の男の顔だとしている。肖像画では特に指の描写に、最新の注意を払っていた、同時代の画家ロヒール・ファンデル・ウェイデンとは異なり、ファンエークは、どの肖像画でも、 同じような手を描く傾向があった。ティモテオスの肖像の男性の両手は、おそらく後からファンエイク自身あるいは工房の弟子によって描き直されたと考えられている。1435年頃にファンエイクが描いた、ボード・アンド・ラノアの肖像の男性の両手と、ティモテオスの肖像の男性の両手の表現は、非常によく似ている。ティモテオスの肖像の男性が、 大事層に握りしめている巻物は、この男性が法律の専門家であることを示唆しているか、あるいは可能性としては低いが何らかの法的証書を象徴する目的で描かれていると美術史家ティルヘルガー・ボルヘルトは解釈している。いずれにせよ、男性は重々しい衣服を身につけていないため、中流階級の人物だと考えられる。しかしながら、当時のブルゴーニュで、 王公貴族以外の肖像画は極めて稀であることから、この男性もブルゴーニュ宮廷の主要な一員だったことは間違いない。ティモテオスの肖像画面下部の石造りを模した欄間には三行の名が描かれているが、模写作品には一行目と二行目の名は描かれていないことが多い。ギリシア語で記された名は、ところどころが意味不明で、ファンエークの綴り間違いか、 ギリシア語に不慣れなために五感を間違えているとする美術師やもいる。しかしながらパノフスキーはティモテオスの肖像の名にある間違いがビザンチンの文章にもよく見られるとし、関英クがこのような信頼の置けない文章を手本にしたために間違いを犯してしまったのではないかという可能性を指摘した。白色のチョークで書かれたような一行目の名はギリシア語のティガンマ。 オメガオミクロンオミクロンと読める。1857年にロンドンのナショナルギャラリーの館長だったチャールズ・ロック・イー・ストレイクがこのギリシア語をアルファベットのティモシースに転写した。テオスの前にはピリオドがあり、テオスはギリシア語では神を意味する。テオスの前の王はおそらく過去時世を意味し、この2点を組み合わせるとティモテオス、かつての神と読むことができる。 二行目には12世紀頃の中世フランス語が記されている。リール・ソベバニアは中心の追悼あるいは誠実なる思い出という意味であり、欄干に刻み込まれたような表現で三行の名のうち最も大きな書体で描かれているマルタン・ルフランの著作、助見用語論者の差し絵。左が15世紀ブルゴーニュ学派を代表する音楽家ギヨーム・デュファイで、 右がこの作品のモデルである可能性が指摘されているジル・バーンショアである。一行目と二行目の名からティモテオスの肖像は死者を忍ぶ追悼画だと言われている。美術史家スーザン・ジョーンズは古代ローマの墓石には個人を忍ぶ墓姫が欄干のような段に刻まれていることが多いことを指摘し、ファンエークがこのような風習をフランスを訪れた際に知ったのではないかとしている。 三行目には、アクト州、M&NOD、オミーに、1432.10、ダイアコブリー、AUO、アンデアイクとあり、我らが、主の1432年10月10日に、ヤンファンエークが描き上げしという意味になる。イーストレークが一行目の名を、ティモシースと転写したのは、正しいと考えられており、この名が固有名詞であることもまず間違いない。 しかしながら16世紀の宗教改革以前には、アルプス以北の北方ヨーロッパにおいて、ティモテオスという名前は、ほとんど見られない。ゲルマン風の名前でもないため、ティモテオスは、ルネサンスが理想とした古代イギリシアの人名に、固くされているのではないかとされてきた。このため美術師家たちは、古代ギリシアの歴史や、伝説の人物から、このティモテオスを特定しようと試みている。 アテネやシリアで有名なティモテオスは軍人であり、ティモテオスの肖像の男性が軍服姿ではないため候補から外されてきた。聖パウロの弟子で宣教旅行にも同行したエフェソスの初代主教聖ティモテオスもティモテオスの肖像の男性が好意の聖職服姿ではないため除外されている。美術史カイル・ビンパノフスキーは古代ギリシャの詩人、 音楽家ミレトスのティモテオスだという説を唱えた。そしてこのティモテオスの肖像に描かれている男性も音楽家であり、当時のブルゴーニュ宮廷で高く評価されていた教会音楽家ジル・バンショワだと推測した。しかしながらパノフスキーよりも後世の美術師アローン・キャンベルはパノフスキーの説には懐疑的で描かれている男性が生殖服を着ていないことを指摘し、 描かれている男性が法律の専門家であるという説を唱えた。その根拠として三行目の名の文体が法律文書に告示していることを挙げ、男性が法律の専門家であることをファンエイクが強調しているのではないかとしている。パノフスキー以降の研究者で描かれている男性が法律関係者だったと推測する美術史やは他にも存在し、ガイバウマンやウェンディウッドは キャンベルと同じく三行目の名が法律文書のような文体であることをティルヘルガー・ボルヘルトは男性が手にする巻物をそれぞれ根拠としているティモテオスの肖像の保存状態は良好とは言えないおそらく後世に加えられたと思われる頭部の画肌最上面の透明な層は黄色に変色している表層に塗布されているワニス層が経年変化で劣化して オリジナルの色彩を隠しているほか、これまで幾度となく修復された痕跡も残っている。帽子の下の薄い頭髪が除去されているなど、過去の修復過程で男性の外貌も変更されている。パネル裏面に貼られた大理石板は時代とともに剥落しつつある。ロンドンのナショナルギャラリーは、ティモテオスの肖像を購入した1857年に、わずかな損傷を修復した。 キャンベルは、後世の修復家たちの仕事ぶりが不完全で、どちらかといえば、作品に余計な悪影響を与えたと断じ、特に男性の鼻腔、まつげ、鼻などの描写が損なわれてしまっているとしている。ファンエイクの他の作品や、多くの初期フランドル派の画家たちの作品と、同じくティモテオスの肖像の来歴も、19世紀以前の来歴がほとんど残っていない。これは、 初期フランドル派が長きにわたってほとんど忘れ去られていた画派であり、その絵画が19世紀になって、ようやく再評価され始めた作品村だったことにも一因がある。ティモテオスの肖像のパネル裏面には2本の横棒と、5十字のマーキングがあり、おそらくこの作品を扱った画書あるいは過去の所有者の商標や気象ではないかと言われている。しかしながら、 定説となっているわけではなく、このマーキングの出所も判明してはいない。1584以前にスコットランド人風景画家カール・ロスがティモテオスの肖像を所有していたことがわかっている。その後、1857年にロンドンのナショナルギャラリーが購入した。また、ほぼ同時代に制作されたと思われる2点の複製画が存在し、ナショナルギャラリーが 作者の特定を始めたという1857年の記録が残っているが、どちらも現存していない。そのうちの一点は、オリジナルの遺体と異なり、同伴に描かれていたこと以外は精密に再現された模写であり、当時ナショナルギャラリーの会が収集担当で、後に初代館長を務めたチャールズ・ロック・イー・ストレイクが、イタリアのベルガモのローチスケコレクションから発見した作品である。 もう一点も銅版に描かれたイタリアのトリノのカステラーヌハラハ博が所蔵していた作品でオリジナルよりも小さく極めて低品質な模写だった。ありがとうございます。